アコシュミネトラジ。はい、皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。今夜もこの時間がやってまいりました。アコシュミネトラジ BJ 増本です。ずっとここのところ曇りまたは雨の日がずっと続いてまして、今日は久しぶりに晴れという予報だったんですけど、若干日が出たぐらいで、なんとなくどんよりとしたところにちょっと晴れみたいな感じですね。4月10日になったんですけども、まだまだなんか寒い感じで、普通だったら多分この辺の時期はですね、もう夏休みも迫っておりまして、暑い暑い蒸し暑いという感じなんですけども、今年はなんか涼しいというか寒いというか、朝とかですね、窓開けたまま寝てると風邪ひきそうになるぐらい、でもそれぐらいが BJ にはちょうどいいんですけども、そういう日が続いてる、今日この頃、今夜もネトラジスタートです。茅ヶ崎 FM。はい、改めましてこんばんは、 BJ 増本です。もう海開きも終わりまして、海の家がたくさん出てる茅ヶ崎なんですけども、やはりなんとなくこの肌寒い、このスタジオの外も今の気温はちょっと寒いぐらいですね、という感じなんですけども、なんと、湘南ウクレレクラブの新しい練習会場が一箇所決まりました。はい、辻堂のですね、土内公園というところなんですけども、辻堂駅から徒歩5分ぐらい、テラスモールの裏方ぐらいですね、そちらの公園でですね、8月10日、10時半から練習会が決まりました。この練習会ですね、8月10日ということもありまして、気温が高かったり、今のこの気温を見てるとこのまま暑くなるのかなというところなんですけども、気候が良ければ公園でやりますが、暑かったりですね、天気が悪かったりするとエアコンの効いた屋内に移動するということで、練習会やるんですけども、今回のこの会場、実はですね、ウクレレソロに特化した練習会ということで、今までは、練習会というと、どっちもあったんですね。ウクレレソロをやったり弾き語りをやったり、最近は弾き語りが多いんですけども、ここの練習会、辻堂練習会はですね、ウクレレソロというのはウクレレでメロディーを奏でることですね。はい、これに特化した練習会ということで、皆さんぜひぜひですね、ウクレレソロをやってみたいという方、参加いただければと思います。ただですね、ウクレレソロですので、全くの初心者の方、これからウクレレを始めてみようという方はちょっとレベルが難しいところがあるかと思います。そういう方はですね、他の練習会に参加いただいて、タブ譜の読み方とかですね、ウクレレの持ち方とか、コードをちょこっと取り替えるっていうぐらいのができるようになってからの方がいいと思います。ウクレレソロと言いましても、コードを弾きながらそれにメロディーをいく感じですので、まずはコードチェンジができる、ウクレレの伴奏を弾いて歌を歌えるぐらいの伴奏が生きるようにですね、なった方に来ていただくのがいいと思います。詳細はウクレレクラブのホームページでどうぞ。
崎 FM。 はい、1曲目聴いていただきました。ウクレレソロですね、ライムライトでした。はい、これはチャーリー・チャップリンのチャップリンの映画ですね、ライムライトの主題歌ということになっておりまして、作曲したのはチャップリンということで、喜劇映画俳優だけではなく、こういう曲まで作れるというマルチな方でしたということです。まあ、こういうのがですねウクレレソロというものでありまして、コードをこう弾きながらそこにメロディーをはめていくという感じで、一人で伴奏とメロディーをやるような感じです。もうこういうのもですねウクレレの楽しみ醍醐味の一つだと思いますので、ぜひぜひですね皆さんウクレレで弾き語りだけではなく、こういうインスト曲も楽しんでいただくといいと思います。はい、まあ、このインストを弾くのに合ってるウクレレとかですね、マギ弦とか、まあ、そういうのもいろいろありますので、その練習会ではこのウクレレのソロ、これに特化したお話をさせていただこうと思ってますので、ウクレレソロに興味ある方ですね、ぜひ、8月10日は辻堂ですね、土内公演練習会まで参加ください。はい、実ですね突然来られても参加はできません。前もってですね、お申し込みを湘南ウクレレクラブのホームページからお申し込みをいただいた方のみご案内できるということになっておりますので、当日その時間に公園に来てもいないという場合もあります。暑ければ屋内に移動してますので、その辺の詳細はですね申し込まれた方にのみお知らせいたしますので、どうぞよろしくお願いします。湘南漢字ウクレレカタカナクラブ漢字で検索していただきますとホームページが出てきますので、よろしく。はい、それではビューティフルドリーマー聞いてください。はい、ありがとうございました。ビューティフルドリーマー聞いていただきました。この曲はですねアメリカの偉大なる作曲家フォスターの曲であります。こういうウクレレソロもいいですよね。実はこの曲本日、BJ のウクレレ講座で弾き語り解説ですね、それをしました曲、その動画に使われてた音源なんですけども、こういう風なのを、ぜひ YouTube でですね聞いていただいて、弾いてみてください。意外と簡単に弾けると思うんですけども、実際これをですね綺麗にスラスラとこう滑らかに音を途切れないように弾くと、そういうところがウクレレソロの難しいところであります。最近流行りのガチャガチャも
テンポの速い感じのやつもいいんですけども、 BJ はどちらかというとこういうゆったりした曲の方が好きでありまして、こうテクニックを競うように早弾きタケ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 タラララララってやるのではなく、はい、まあそれはそれでいいんですけども、まあ、こういうゆったりした感じで、であんまりこう音がカンカン耳にくるようなのではなく、なんとなくこう柔らかめで、のんびりとコーヒーでも飲みながら聴ける楽しめるようなウクレレソロが結構好きであります、はい、ですので、まあ10月10日の練習会はですね、こういう感じの曲になると思います。ビューティフルドリーマーをもしかしたら1曲目にやるかも分かんないですね。楽譜の方もダウンロード、できるようになっております。有料になりますけどね、その曲ですね、ビューティフルドリーマー、BJ のウクレレ講座ビューティフルドリーマーで検索していただきますと、その弾き方解説動画が出てくると思いますので、ぜひ、ご覧になっていただきたいと思います。はい、それではですね、本日3曲目もまたまたですね、同じようにウクレレソロ、これの曲を楽しんでいただきたいと思います。ちなみにですね、1曲目と3曲目弾いてるのは、これはソプラノウクレレなんですけども、2曲目ビューティフルドリーマーだけウクレレテナーですね使ってます。ありがとうございました。アコシュミネトラジ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今回はですね、8月10日辻堂駅前、5分ですね、徒歩5分のところにあります土内公園の練習会が決まりましたということで、ウクレレソロ、ウクレレのメロディーの弾きを聴いていただきました。3曲ですねお送りしたんですけども、この土内公園練習会は、インストウクレレソロのみの、特化した練習会になっておりますので、ウクレレソロに興味ある方ですね、ぜひぜひ、エントリー参加お待ちしております。湘南漢字ウクレレカタカナクラブで検索していただきますと、湘南ウクレレクラブのホームページが出てまいります。こちらからですね、参加お申し込みできますので、ぜひぜひエントリーしてください。ということで今夜は以上です。また来週お会いしましょう。おやすみなさい、さようなら。Saki